ールです。グレモールです。というわけで今日はね、2021明治安田生命 J1 リーグ第2節、清水エスパルス対アビスパ福岡の試合を振り返っていこうと思います。振り返る前にまず一つ、この動画で言うことはあくまで僕個人が試合を見て思ったことをね、話すだけなので、別に他の人に対して、誹謗中傷するとかそういうものでは全くございません。そこら辺はね、頭に入れておいてほしいなと思います。そしてこのチャンネルでは主にエスパルスの動画などを中心にね、僕がいろんな動画を上げていますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それでは早速行きましょう。まずツイッターで流れてきたエスパルスサポーターのツイートをね、ちょっとまとめてみたので見ていきましょう。開幕戦とルヴァンをね、見た感じ、もう今年のエスパルスは違うぞって、もう今年こそはマジでやれるっていうね、自信に満ち溢れているね、そういうツイートがたくさんあったので、それはめちゃくちゃポジティブになりました。まあそれは俺もね、感じていたことです。アビスパは今年 J2 から上がってきた昇格組の一チームでもあるので、そういう風に昇格組にはまずはね、勝ち点差を確実に取りたいというところはある。まあアビスパ福岡の試合をね、去年見ていたんだけど、十分強いチーム。だからリスペクトを込めて、昇格組はしっかりね、勝っておきたいっていうところがあった。あとあれだね、緊急事態宣言下の人たちはやっぱ、アイスター行きたいなーっていう風に思ってる方々がすごいね、多かったですね。そしてこれね、ちょっと誰か忘れちゃったんだけど、一つ見たのがね、これ実質静岡ダービーじゃんっていうね。実は、アビスパ福岡の前身が藤枝ブルックスっていうチームで、静岡の藤枝市を拠点としているチームだったので、そこからまあちょっと色々あって福岡に移ってアビスパ福岡っていう名前になったので、まあこれはまあ、ジュビロ磐田が今いないから、実質静岡ダービーなんじゃないのかと。まあ、気持ちはわからんでもないね。まあ、そんなわけでね、エスパルスのスタメンがこちらの11名となりました。フォーメーションはこのように 4-3-3 という形で、まあ、厳密に言うと守備の時は 4-1-4-1 という形になっているんだけども、メインとしてはこんな感じになってた。で、開幕戦でちょっと違うなっていうところは、後藤選手とディサロ選手がね、入れ替わってるってところでした。ベンチの選手はこちらです。水曜日のね、ルヴァンカップでしっかり結果を残した選手っていうのはね、ベンチ入りしているっていうので、まあ、そこの競争の部分ではね、ロディーダ監督分かりやすいのでいいなって思いますね。続いて、アビスパ福岡のスタメンがこちらとなっております。あのね、ディフェンス4枚のうち3枚、がまさかの外国人選手っていうね、これでけえわ。エスパルスもそういう時があったからさ、人のことは言えないんだけどもね。いやまあでもこの3、でもこの4枚、この4、この4人はそりゃ強えわ。しかもフォワードにブルーノ・メンデス選手いいかね、これね。セレッソ時代の活躍見たら、そりゃなんか怖いわ。続いてベンチの選手がこちらとなります。あのね、ゴールキーパーの山野井選手は静岡出身だったからね、なんか静岡的な感じで言うと、そこが結構注目していましたね。スタメンで杉山力博選手を見たかったっていうのが正直な感想なんですけど、まあベンチ外ってことだったんで、まあ個人的には残念でした。というわけで試合がどういう風に進んだのかっていうのを見ていきましょう。まず11分ね、いきなりエスパルスが動くんだけども、右サイドにいた中山選手がサイドチェンジをして、で、サイドチェンジをしたところをね、しっかりボールをキープして、中村啓太選手がヒールで落とすと、中村啓太選手がヒールで落として、そこにいたカルリーノスジュニオ選手がね、ちょっとカットイン気味のね、ところからシュートを打って、それがしっかり入るっていうね、これはね、最初に決まったのはマジででかいと思った。カルリーノス選手今までね、フォワードとしてやってたけど、こういうサイドからのところってなんか元々元の主戦場だったんで、しっかりそれをね、エスパルスでもまた見せることができたっていうのはね、まあ個人的にはすごく嬉しいですね。やっぱ清水の10番は点決めてなんぼだよね。そっからもう完全にエスパルスの流れのペースになって、27分のシーンね、左サイドの中村啓太選手から中央にいた後藤選手にねクロスを上げるんですけど、そのクロスに後藤選手が反応するんだけど、惜しくもここはね枠を捉えることができなかったんだけども、そこはねかなりいい形となっていたんじゃないかなと思う。まあ後藤選手のこのね、泥臭いプレーとかいろいろ光っていた部分もあったし、中村啓太選手のこのクロスがね綺麗なんよ。このボールの軌道がね、いかにも合わせやすいっていうボールの形だったからね、まあちょっと決めてほしいなっていう部分ではあったんですけど、まあ形としてはしっかりできていたから、次こういうところがあったら決めてほしいなって思います。この中には書いていないんだけども、福岡もね一回シュートのチャンスがあったんだけども、そこはねエスパルスのディフェンス陣がしっかりね、固めていた部分もあったので、枠の外にね弾くことができたっていうね、そこはね集中力切らさずやっていたっていう部分は素晴らしいなと思いました。で、最後のね、後半じゃないわ、前半だ。前半のロスタイム。そうだ、ロスタイムって言わないんだったらアディショナルタイムね。片山選手のスローインからね、浮き玉でこういう風に供給されるんですけど、それをチアゴ・サンタナ選手がダイレクトで合わせるんだけど、これはまあ、キーパーが上手かった。もう完全に1対1の部分だったから入ったなーって思ったんですけど、これは惜しかったなー。これが決まってれば相当後半楽にいけたっていう部分があったと思うんで、ちょっとそこは残念でしたけども。その後にチアゴ・サンタナ選手が会場をこうやって煽ったんですよ。ここでね、
めちゃくちゃいい。なんか煽り系俺好きなんですよ。スタジアムのファン、サポーターと選手がめちゃくちゃ一体化してね、戦ってるっていう姿勢がなんかこうやって見れるので、俺はこれ好きなんですよね。だからちょっとそこはやってくれたの、チアゴ・サンタナ選手めっちゃ好きです。という感じで前半はエスパルスが超イケイケムードでね、押し寄せていたんだけども、後半60分。右サイドからサロモーソン選手が、いい感じのね、鋭いクロスを上げて、これがそのままファーに流れるんですよね。流れたボールが山岸選手に渡って、そのままね、押し込んで同点にされます。2021年のエスパルスとしては、これが初めて完全に崩されたっていう形になるんじゃないかな。なんか僕から見た感じ、ディフェンス陣がずっとボールウォッチャーになりすぎてて、相手一人一人がどこにいるのかっていうのはあんまり捉えられていなかったんじゃないかなって感じていたので、そこの部分はちょっと修正してほしいなっていうふうに思いました。サッカー経験者ならわかると思うんですけど、ボールウォッチャーになっちゃうのちょっと仕方ない部分があるんですよね。そうだからそこはね、いろいろお互いコミュニケーションとか取り合って頑張ってほしいなって思います。ただそこでね、すぐに落ち込まないのが今年のエスパルス。すぐさま64分にね、片山選手のロングスローから中山選手がね、最後こぼれ球を合わせるっていうシーンがあったんだけども、そこをしっかり決めてくれたところがすごいいい。片山選手のロングスローっていうのも十分すごかったし、その後しっかりボールをキープできたっていうのもでかいと思う。移籍後初ゴールっていうところに関してはポジティブにね、捉えられていいんじゃないだろうか。ということで2対1でまたエスパルスが勝ち越すんですけど、74分のシーンね。左サイドのカルリーニョス選手のクロスにディサロ選手が合わせるんだけども、これはゴールキーパーに阻まれるんだけども、そのこぼれ球にね、中山選手がまた合わせてネットを揺らしてくれます。それで、うわーって会場全体が、まあ僕自身もすごい盛り上がったんだけども、まあこれはオフサイドっていう判定でね、ノーゴールって形に終わってしまいました。まあ、これは仕方ないなってところがあるんだけど、これがね、3対1になったら今後のね、ゲームとかすごい楽に進められたなっていう、ちょっと悔やまれる部分ではあって、だなぁ。ゴールへのね、執着心っていうのはしっかり見れることができたので、個人的には嬉しいですね。このままさすがに終わるだろ、この流れはっていう風に僕自身も願っていたんだけども、アストロビジョンでアディショナルタイムのね、報告が終わって、その直後のフリーキックのシーンで、まさかのサラモーソン選手が決めちゃうっていうね。で、まあ、これはもうね、仕方ない事故。壁に当たってコースが変わって、ゴール選手が反応できなかったっていう、もうこれは完全なる不運なんだけど、もう、なんでさ、こういう時に限って勝ち点が3から1になっちまうんだよって、もうね、もう誰が悪いとかそういう問題じゃないんだけども、まあ、個人的に、最後気持ちよく帰りたかったなって思いました。まあ、そこは、あれだね、アビスパ福岡さんの粘り強さっていうのがね、勝ったんじゃないのかなと思います。てか、今回もサロモーソン選手に決められてるんですけど、2019年の開幕戦1対1で引き分けたんだけども、この時もね、同点弾を決められた時が、サロモーソン選手のゴールなんですよね。だからなんだろう、エスパルスは多分サロモーソン選手が苦手なんだろうな。だから多分そういうのがあるんじゃないですかね。さっきのアシストのところもそうですけれども、まあクロスの精度とかそういうキックの精度に関してはサロモーソン選手が、とても上手かったなっていうふうに思いました。というわけで結果がこちらです。はい、2対2の同点という形で、まあ痛み分けっていう形ですね。いや、本当に勝てた。慢心しちゃダメだぞっていう風に天から言われたのかもしれないっていうね。まあそういう風にポジティブにしっかり考えていきたいと思います。まあ感情的な話はちょっとここまでにしといて、まあ今回の試合を見た時にちょっとね、思ったのが、相手のフリーキックでちょっと自分ちがピンチになるシーンとかあったと思うんですけど、その時にエスパルスのディフェンスラインがめちゃくちゃ高いんですよ。で、エスパルスのディフェンスラインがいつもよりも高すぎて、俺大丈夫なのって思ったんですけど、しっかりその時にゴンド選手がそのディフェンスとゴールキーパーのこの間の位置っていうのをね、カバーしてるんですよ。これ見た時、横浜 F マリノスでも実践してるさ、ハイラインでの守備の仕方っていうのあるじゃんね。それをちょっと実践している部分があるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、厳密に言うと、すごい同じっていうわけじゃないんだけども、かなり似ている部分があるなっていうふうに思いましたね。こういう守備の仕方ができるっていうのはすごいでかいと思うし、それこそ権田選手のようなね、技術がある選手がいないとできないようなことだと思うので、そこはもしかしたら権田選手が来てくれたからこそできる戦術の一つ
つなのではないかなというふうに思いました。実際にスタジアム僕も行ったんですけど、他のサポーターの人たちが、まあ、ちょっと声が聞こえるじゃないですか。で、その声をね、耳を澄ましながら聞いてるとね、あ、エスパルスのサッカー面白いわっていうふうに言ってる人多いんですよ。トティーナ監督のサッカーは守備的だっていうふうなことをよくメディアで書かれていたんですけど、全然そんなことはないんだぞっていうのをね、サポーターの人たちもしっかりね、感じ取っていたのではないかなというふうに思います。すべて勝ったらそれはいいと思うけど、まあそんなことは多分ないと思うので、こういう風な痛み分けっていうのもね、今後の糧にしてくれたら嬉しいですね。そして最後に試合以外のことで一つ、お前髪色どうしたのかっていう風に言われると思うんですけども、あの髪切った時に、あの黒髪になったんですよ。で、黒髪でも全然良かったんですけど、なんかちょっと面白いことをしたいなと思って、ちょっとプライベートでエスパルスの選手と同じ髪色にしようと思って、ルーレットで決めてみたんですよ、背番号でね。で、そしたら背番号20を引いて、公式サイトで見てみたら、金髪じゃないですか。はぁ、ということで、金髪になりました。ありがとうございました。というわけで、金髪になっちゃったんですけど、安心してください。心は全然変わってませんので、またこれからも仲良くしてくれたら嬉しいです。というわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんはこの試合を見てどう思いましたか？ぜひ、下のコメント欄で教えてください。また、この動画がちょっとでも良かったよと思ってくださった方は、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。他のサポーターの方々でも大歓迎ですので、ぜひともよろしくお願いします。また、Twitter やインスタ、Facebook 僕やっていますので、下の概要欄からと思います。そして、現地でね、撮った動画、清水エスパルス Vlog という新しいものも始めようと思いますので、よかったら見てみてください。長らくご視聴いただきありがとうございました。バイチャー。よし。